救いの恵みと後に起こる真実を御国を思い出す。
か10日か前の、はい、記録はこういう映像になって、はい、皆さんに教えさせていただくことができるって、ね、すごいことだと思っております、はい、ウクライナそして、スロバキアですね。チェコスロバキアが2つ分かれましたので、スロバキアとチェコとは言わない、スロバキアとこう言ってるわけです、はい、教会にとってはこれは非常に重要な、はい、マルティン・ルッターの宗教改革の前、宗教改革の、はい、先駆者、はい、ヨハン・フスという人が、はい、活躍したわけです。そして当時のカトリックの教会によってこの殉教の死を遂げた、はい、その中心地に今行ってるわけです、はい、まあ世界宣教を成しておるわけですが、はい、その世界宣教の最も先駆者、最も中心的な、はい、この地域に、今こうして導かれておるということは、やはり神様の大きな計画の中にあろうかと思っております、はい、以上で、はい、映像の報告にさせていただきます。よしこ牧師は、はい、通訳者として、はい、またあの賛美にも加わったりしておりましたが、はい、いろんな重い荷物を持って、ね、行かれましたけれども、本当に感謝をしております。